いやー、ついにね、買っちゃいましたよ、これ。開封の儀。オープン。リモコン。リモコン用電池。本体。開けまして、おめでとう。あと、トリセツとかなんとか。カラオケは別の工作用にしまっちゃおうね。じゃーん。じゃーん。はい、ということでね、今日はこちらのね、サーキュレーター買ってきましたね。メーカーがですね、ユーイングってあんまりね、ちょっと聞き覚えないところなんですけども、一応ですね、まあ有名家電店で、9980円かな。まあ大体1万円ぐらいで買いました。はい、それでね、この、サーキュレーターっていうのは知ってる人もいると思うんですけども、まあね、要はちっちゃい扇風機ですね。扇風機だとこう人にね当たるように高さがあるんですけども、これ非常にコンパクトになってます。まあね、大きさもこういろいろあるわけなんですけども、まあどちらかというと人に当てるというよりは空気をね、サーキュレーターというだけあって、こう空気をかき混ぜる、いい、おーい、はい、ありがとうございます。はい、ちょっとね邪魔が入りましたけども、これはですね、まあ普通は2、3000円から安いやつだと買えるんですけども、やっぱりですね、それで弱中強と、まあいいとこ首振りがついてればラッキーかなぐらいで、でこれはですね、タイマーがついていて、それから温度センサーとかですね、首が縦振りができるんですね。ということでちょっと試してみましょう。まずは電源オンでね、ちょっと電気屋さんで、やっぱりね、こうアマゾンじゃなくて実際ね電気屋さんで見て何がいいって実物触れるのが良くてですね、あのこういうメカ好きに言ってはですね、たまらないこれですね。こう押すと、こうランプがこうついてくっていうね、こう音で結構強いの分かりますかね。カメラ越しでも多分音がこう強いのが分かると思います。はい、手がね前にかぶると見えにくいので、ちょっとねリモコンを使って操作しましょう。まずは首振り左右ですね。ずいぶんゆっくりですね。続いてですね、珍しい、首縦振りモードですね。これはあの多分安いサーキュレーターだとあんまりついてないと思います。えい、結構上までいきますね。ほぼ真上向いてます。これでね、上向くんで結構天井近くの空気もかき混ぜられるのかなと思います。じゃあ複合してみましょう。上下左右両方、はい、ということでね、上下左右合わせると8の字を書くような複雑なね形でこう空気をかき混ぜるということができます。で、そしてね、これあんまり有名なメーカーではまだねないんですけども、まあ私がこれをね選んだ理由の一つとして、ちょっと一回電源落とします。ここにですね、こうオープンロックってついていて、ここがですねこう外れるんですよ、簡単にね。でここの、まあ、洗濯がですね、まあ、簡単にこう掃除ができると。これも多分取れるのかな。はい、やっぱりね簡単に取れましたね。こうやって羽とですね、こっちをきれいに簡単にですね掃除することができるとなっています。でね、これなんでこんなのがあるかっていうと、サーキュレーターとかですね、まあ扇風機でもいいんですけども、あの家中のですね、家中というか、まあその部屋中の空気をこの一箇所に集めちゃうので、どうしてもですね汚れが出てくるんですね。汚れが溜まっちゃうんですよ。で、まあエアコンと違ってフィルターではないので、そんなに多分空気の流量とかは変わんないんですけども、やっぱりちょっとね見た目が良くなくなっちゃいますので、まあ当然ねすごい詰まってくれば流量にも影響してくるんですけども、ネジ逆ですね。普通と止める外す逆ですねになってますので、これね意外と昔使ってたですねサーキュレーターはシーズン終わるごとにですねバラバラにしたりして、結構ネジをね使って、本当はね多分メーカーは推奨してないんですけども、ドライバー使って開けたりしてたんですけども、これはね付け外し簡単にできるんで、逆に言うとちっちゃいね子供がいる家では、なんかの拍子に、でも相当
力入れないと外れないので、子供自分だけで開けちゃうってことはないと思うんですけども、ちょっと好奇心がね、旺盛な小学校高学年の子がいる家とかではちょっと気をつけた方がいいかもしれませんけども、意外とね、便利な機能だと思います。まあこういうのってね、やっぱり大手メーカーじゃなくて、その2番手3番手を追ってるようなメーカーの方がですね、こういう細かい気配りというかですね、小回りが効く製品多いですよね。はい、それからですね、これモードがついてるんですけども、確認したらですね、これがまずは、揺らぎというかですね、強くなったり弱くなったり、ちょっと自然の風っぽい。リズムとかね、扇風機メーカーによって違いますけども、これはよくある機能なんですが、やっぱりね、ちょっと高級品だけあって、こちらですね。ちょっとビデオカメラだと、滲んで見えにくいかもしれませんけども、温度計のマークついてますね。で、この温度計のマークのモードにすると、ですね、部屋が、寒くなってきたりすると風が弱くなって、で今度暑くなってくると風が強くなるということでですね、自動でこう温度をですね、快適な状態にね保ってくれるというですね機能がついてます。はい、ということでね、今回は、こちらのねユイングさんの、サーキュレーター紹介したんですけども、メインでね何で使おうかって思ったんですけど、当然ね部屋の空気のかき混ぜというかサーキュレーションにも使うんですけども、ですね、新しく来た家にですね、乾燥機ないんですね。乾燥機置くところがなくて、洗濯機で洗うんですけども、どうしても梅雨の時期とかですね、やっぱり洗濯物を干せない日が続いた時とか、どうしてもですね、こう洗濯物を部屋で干すんですけども、やっぱりですね、会社行って帰ってきてもまだ湿ってるんですね。で、それにこういうね、風を当ててると全然違うんですよ。まあ自宅とかでも、実家でもね、やってたことあるんですけども、皆さんもね、ちょっと試してみるといいと思うんですけども、服をですね、こう2枚くっつけて干しとくのと、ちょっとこう隙間を開けて干しとくのでですね、全然、乾き方違います。つまりはですね、まあ暑いね、暖かい空気を流したり日光が当てられば一番なんですけども、部屋干しするときはですね、空気の流れを作ってやることによって全然ね乾き方違いますということで、まあ普通3,000円ぐらいで買えるものをですね3倍ぐらいの値段して買ったんですけども、まあ洗濯物がね早く乾いてストレスが減るとか、あとはですね、どうしてもやっぱり溜まってくると近所のねコインランドリーにやっぱ車で行ってですねガソリンかけて時間かけてですね、それからコインランドリーにですね、機械に100円200円入れてってことを考えておくと、やっぱりですね、これ1台持っとくとですね、結構すぐ、まあ1年でとは言いませんけども、まあ2、3年使えばですね、十分出した分はですね、元が取れて、3年目以降はですね、他のモデル買った時よりお得になるんじゃないかなということで、メーカーさん、次の新商品出たら、ぜひ私に紹介させてください、なんつってね、お金は一切もらってません。自分で買ったもので紹介してます。ではまた。